森の奥。小学校4年生の時の夏休み、じいちゃんのいる田舎に帰って近くの山で一人遊んでいた時のこと。最初はあんまり奥には行かず、道沿いの昆虫なんかを探していたと思う。しばらくしてふと森の奥を見ると、信号機が立っているのが見えた。まさに都会の道路にあるあの信号機、未だにはっきりと覚えてる。ランプは点灯していなかったが、倒れたりはせずしっかりと地面に立っていた。なんだあれと思って森の奥に行こうと2、3歩踏み出した瞬間、横の草むらからガサガサっと音がして、ビクッと反射的にそちらを向いたら、得体の知れないものがのしかかってきた。ここで一旦記憶が飛んでいるんで、あまりうまくは言えないんだけど、一瞬だけ見て覚えているのは、黒くて大きな三日月を横にしたような物体だった。それで次に気がついた時は、じいちゃんの家に向かって歩いてた。そしてその道中、妙に頭がかゆい。家に着くと、母親が俺を見て悲鳴を上げた。あんた、頭どうしたの？と。え？と思って、顔や頭を触ると血がべっとり。でも全然痛くないんだ。わけがわからないまま、とりあえず頭に当てておきなさいと濡らしたタオルをもらったんで、そのまま縁側に座ってしばらく下を向いて止血してた。何分くらい経っただろうか、ふと顔を上げてみたら、母親、父親、妹、じいちゃん、ばあちゃんが俺の前に全員立っていて、みんな目をぐるぐるさせながら俺を見てニヤニヤと笑ってた。そこでまた記憶が飛んだ。これは多分ショックで気絶したんだと思う。目が覚めると俺は布団に寝かされていた。ちょうどばあちゃんがジュースを持ってきてくれたところで、顔を見ても俺が知っているいつもの優しいばあちゃんだった。暑いからね、帽子かぶらんと日射病は怖いよ、なんて言ってる。俺はとっさに頭に手を当てたが、血どころか傷の痕跡すらない。で、この後どうなったかというと、何もない。もちろん家族も全員普通。森の中の信号機も、得体の知れない物体も、頭の出血も、みんなの気持ち悪い笑顔も全部謎のままで今に至る。小学生の俺は一人混乱したまま、こんな出来事を誰に説明できるわけもなかった。誰かこういうことに詳しい人がいたら教えてほしい。あれは何だったんだろう。ライブカメラ。最近の出来事を一つ。私はパソコンで見るライブカメラが好きなんです。風景や道路、その他もろもろ。その中で一つだけ、もう数年間見ているカメラがあります。それはある県の山あいの国道の状況を伝えるものです。今年の冬のある夜の晩、そこを見ていると、変なものが画面に映り出したんです。現地は降雪直後で、なおかつ街路灯の明かりで周囲が明るくなっていました。積雪に明かりが反射する中、道路脇の茂みに白っぽい服装の人影が、よく見ると、
画面の中をゆらゆらとかすかに揺れています。また、髪が肩下まで伸びているのもはっきりと見えました。部屋にいた家族を呼んで一緒に見てもらうと、やはり髪が長い女性だと言います。実は何年か前、車でそこを通ったことがありました。山中の国道ですが、周辺には全く、民家はもとより家一軒すらないところです。また現地は T 字路になっていて、カメラはちょうど交差点を映しています。それから数日だったか、一週間くらいした頃、久しぶりにまたそのカメラを覗いてみました。朝方や日中の明るいうちは全く映らないんですけど、夜間ははっきりと出現するんです。真夜中も未明も全くその場所から移動せずに。それからは気になって仕方ない日々が続いて、意を決して現地に友人と出向きました。朝方自宅を出て、現地に着いたのは16時を過ぎて、夕闇が迫ってきていました。画面に映った女性の立ち位置に見当をつけると、カメラがよく見えます。時間も限られた中、友人と草むらを検索すると、なんと意外なものを発見。女性が立っていたあたりの茂みを見たら、苔むした小さな慰霊碑と花が二つ見つかりました。慰霊碑の文字は、判読不明なまでに風化していましたが、女性と思われる名前がありました。一旦現場を離れて、集落で花を買い求めて、慰霊碑に献花して、慰霊碑の周辺もきれいにして離れて。それからは画面上に、その女性を見ることはなくなりました。めったに行くことはない場所だけど、今後も通ることがあれば、献花してこようと思っています。神社。小学生低学年の頃、学校が終わると神社で遊んでた。その神社は、林に囲まれていて鳥居をくぐった先の、かなり長い階段を登った場所にあるから、いつ行っても人はいなかった。静かな場所で、苔のついた石碑や、くたびれた木の社があって、時間が切り取られたみたいな、おおらかな雰囲気が大好きだった。社に座って、ぼーっとしていると、さわさわと、歯の擦れる音が響いて、すごく落ち着くんだよね。ある日、いつものように神社に行こうとしたら、階段にどんぐりが置かれている。不思議に思いながら階段を登って神社に着くと、先客がいた。いつも座っている社の椅子に、同じくらいの子供がいるんだ。見たことがない子だった。遠目から見て、顔色が悪い子だなって思った。そいつを俺に気がつくと笑って、おいでおいでって手招きをしだした。俺は人見知りな性分なんで、どうしようかなってしばらく迷ったまま、神社の入り口で立ち止まっていたんだ。5分くらいかな。その間そいつはずっと同じ動作で、おいでおいでってしてるんだよ。表情は笑顔のまま変わらないんだけど、それがずっと見ているうちに、笑っているんじゃなくて怒っている顔に見え始めて気味が悪くなった。だから無視して帰ることにしたんだよね。階段を降りようとキビスを返したとき、視界の端でそいつが笑顔のまま立ち上がったのが見えた。追いかけてくるって思った。階段を降りる途中、背後から気配がして悪感がすごかった。
すぐ後ろに、何も言わずにそいつがついてきているのがわかる。振り返るのが怖くて、ビクビクしながら階段を降りた。一段降りるたびに、どんぐりを踏む音が後ろから聞こえるんだよね。全部降り切って、鳥居をくぐった時には泣きそうになった。家までついてきたらどうしようって。何歩か歩いて、恐る恐る階段を振り向いた。鳥居には誰もいない。ほっとして階段を見上げた時にはぎょっとした。神社の入り口の最上段から、青白いおっさんが俺を憎そうに睨みつけているんだ。服をめくり上げて、そこにどんぐりを貯めたおっさんがね。走って家に帰って、当たり前だけど、二度とその神社には行かなくなった。帰るなよ。知り合いに普通に霊が見える友達がいる。そいつはこじんまりとしたバーで働いていて、俺はたまに飲みに行っていた。今日女友達と一緒に飲みに行ったら、急に二人ともぐったりしだして。どうしたのって聞いたら二人が口を揃えて。今店内に霊が溢れてる。とか言い出した。俺は全く見えないんで、大変だねって流していたんだけど、女がそのうち我慢できなくなって、あたし帰る、ごめんねって。そっか、またね、気をつけて帰れよ、と言って見送った。しばらくして、ぐったりしていた店員の友達が、俺にこれを持ってろと言って、白い紙を折りたたんだものを渡してきた。帰るまで絶対に持ってろって。俺も気になったから、これ何？って聞くと、中に塩を挟んでいる。これ持っていたら下手に寄ってこないから。見えない俺的には腑に落ちなかったのだが、信じていないわけでもなかったからそれを持って帰った。帰ってから先に帰った女から電話があった。今日は感じ悪くてごめんね。もう帰った？うん。そっちこそ具合大丈夫？女はそれを聞くとしばらく黙ってから俺にこう言った。あのね、店で霊が集まってるって言ったじゃん。あれすごくて、10くらいの数がいたの。だから具合悪くなっちゃって。ああ、そうなんだ。大変だったね。いや、大変っていうか、あの時たくさんいた霊さ、全部あんたを囲んで見てたんだよ。おい、帰るなよ。俺を一人にするなよ。っていうか、そんなこと言うなよ。怖いじゃん。俺？なんで？俺、どうすればいいの？Thank you.